演劇集団青の会 YouTube チャンネル、まめです。今回のアレンジレシピ、使うのはこちら、日清のカレー飯。今回のアレンジレシピはネットで美味しいと話題になっているキムチカレー飯を作ってみようと思います。ちょい足すのはこれ、キムチ。どんな味になるのでしょうか。早速作っていきたいと思います。カレー飯、初めて食べるんでめっちゃ楽しみです。5分経ったのでぐるぐるかき混ぜます。おお、なんかよく混ぜると無駄にうまいぞって書いてあるんで、いっぱいかき混ぜたいと思います。よいしょ、ぐる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 。あ、なんかねとろみがついてきました。よいしょ、ちょっとなんか楽しくなってきた。すげえ、なんか最初と全然違う。めっちゃとろみがついてます。飲むかな。よし、はい、カレー飯できました。ではまず一口食べてみたいと思います。いただきます。めっちゃカレーのいい匂いします。うん、これめっちゃすっごいカレー、おいしい。おお、うん、うん、ほんとにこれ、ほんとに普通にカレーです。おいしい、めっちゃおいしいです。ではここへキムチを投入します。ネットにはだいたい 50g ぐらい乗せてくださいって書いてあったんですけど、今これが 200g 入りなんで、ちょっと4分の1ぐらい乗せてみますね。結構な量かもしれない、4分の1って。はい、じゃあ乗せます。うん、めっちゃキムチの匂いする。はい、キムチカレー飯完成です。それでは早速いただきます。これは混ぜた方がいいのかな、やっぱりね。ちょっと混ぜよう。
ちょっと混ぜて、で、キムチを入れて、いきます。キムチとカレーの味がする。ちょっともう一口食べてみよう。もっとちゃんと混ぜた方がいいのかな。なんかね、香りはやっぱりキムチとカレーの香りがそれぞれしてくるんですけど、味はね、なんか不思議な感じ。カレーの味もするし、キムチの味もする。当たり前か。なんかね、カレーがすごいあったかくって、キムチが冷たいから、そのあったかいのと冷たいので、面白いことになってます。これはちょっと新しいぞ。今カレーのちょっとお肉の部分が出てきたんですけど、なんかね、だんだんキムチとカレーがこう混ざり合って新しいこう味になってきました。これは美味しいよ。キムチの白菜のシャキシャキ感とカレーの食感がまた違ってて面白いし、美味しい。なんて言ったらいいのかな。カレーのスパイシーさが先に来て、キムチの辛さが後から来る感じ。洋風と中華、こう中華混じってる感じで美味しいです。なんかこれはこれでちょっと不思議なハマり方をしそうな味がします。さっきね、キムチ 50g って言ってたんですけど、もうちょっと足してみたいと思います。どんな味になるのか。あと、これちょっとさっきより多めになりました。では、追いキムチしてみました。ちょっと食べてみまーす。お、キムチだらけだな。よっ。これは、これはですね、ほぼキムチです。キムチが勝っちゃった。やっぱりさっきの量の方が私は好きです。なんかどうしてもキムチの量が多くなっちゃって、キムチが勝ってます。そう、やっぱりね、ハーフハーフぐらい、半分半分ぐらいの方が私はなんかバランス的に美味しいと思いました。でも、キムチが好きな人はちょっと多めでもいいかも。すごくシャキシャキ感が増えるし、キムチがこう、キムチの辛みが結構きます。やっぱりね、最初に書いてあった 50g のバランスが私は好きかな。でも人によっては好きな量が違うと思うので、自分の好きな量を探してみるのもいいかもしれません。
食べました。完食。まずはカレー飯初体験ということで、その美味しさにびっくりしました。キムチカレー飯はこの白菜のシャキシャキ感で、キムチの中に入ってるイカの旨味、カレー飯の中に入ってる牛肉、お肉、いろんな旨味が混ざり合って美味しかったです。辛いの苦手な方はキムチを入れすぎちゃうと辛すぎるかもしれません。思ったんですけど、お家に福神漬けがない時とかに、キムチだとね、他にもいろいろ代用できると思うので、福神漬け代わりにキムチを入れるのもありかもしれません。キムチカレー飯、ありかなしかで言えばありでした。これからもやってみたいと思います。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではバイバーイ、また来週。